はい、竹内です。こんにちは、こんばんはということで、一本前のね、札幌2歳ステークスの方で、えー、今週のこの動画は何ぞやっていうところですね、なぜこれを始めたというか、あの、アップしているのか、今後どうなるのかっていうところにつきましては、一本前の札幌2歳の方で、えー、ちょっとね、冒頭に紹介させていただきましたので、まあ、こちらの方では割愛させていただいて、早速本編に入りたいと思います。 まず、小倉2歳ステークスで、えー、前走オープン以上のレースを経由してきている馬ですね。はい。えー、そこのレーティングに関しては、54.0から56.9が多くはなっています。で、あのー、そんな中で、ちょっと飛び抜けているというかね、57.0の数値を超えているケース、これがね、過去10頭該当していて、3勝2着2回、3着2回、馬券外3と、まあ、かなりの安定感なんですね。 復勝率で言えばまあ70%という表現ができますが、今回、えー、それをクリアしているのがエンドレスサマーとの、イットだけとなります。まあちょっとね、あの、 小倉2歳はもう9月1日のね、9月の開催に入りますから、もう暑さもそろそろもういいと。本当ね、涼しくなってほしいなっていう中で、まあエンドレス様は終わらない夏ということを言われるのはね、少々暑苦しい気持ちにもなりますが、これ数値的にはね、信頼できる高さがありますね。 次に前走未勝利から参戦した馬、まあ、レーディング51台から55.5以上までと非常に幅広いです。なんですが、53.9以下の馬はですね、24す全て馬券外になってます。まあ、能力的に足りないことが多いんでしょう。えー、54台、54.0から54.9は2勝2着2回っていう結果はあるんですけど、該当数が28頭と、まあ、かなり多いことを考えると、そんな目立つ成績ではないですよね。まあ、馬券内には普通に来てるっていう感じですが。 で、55.0を超えている馬が11頭いて、で、えっと、2勝2着1回なんですよね。11頭で2勝2着1回なんで、まあ、あの、割合としてはだいぶ、5十ね、4台より良くなるわけなんですが、今回該当してくるのが、えっ、ー、と、2頭ですね。アーリントンローと、えー、レイピア。はい、この2頭となっていました。 次に、前走新馬戦からの馬ということで、新馬戦から来た馬のレーティングに関してはね、多くが5 5前後に該当しますと。で、札幌2歳の方でも言いましたけども、0.1刻みでね、こういう場合は、あの、相当信頼度が違っているというところもありまして、それゆえにですね、あの、新馬戦からの、何でしょうね、好きな馬を、 買って楽しんで、えー、そこからまあ生涯を追いかけていこうという人とかですねあとは、まあ、あの出資している人とかね馬にそういった方の、ね、楽しみ方として実はすごく面白いやり方があるよという話をあの一本前で話したんですが、はい、で小倉二歳ステークスで言えば55.8を超えたところから大幅に信頼度が、ね、上がっているという傾向があります。 まあ今回中京開催ではありますけど、まあ一応そのレースという単位で見たときにですね。で、今回前走新馬戦経由の馬のほぼ全てが平均値ど真ん中なんですよ。もう本当にね、もう見事なぐらいど真ん中。そんな中で抜けた数値を持っていた馬がエシンワンド、この一頭だけでしたね。 で、あの、まあ、この動画はですね、あの、一本前にも言いましたし、下にも書いてますけど、週のあの、前半中盤とかにアップする場合は、もうそのこの解目はないんですけど、今週ちょっとテスト的にアップしているので、解、え、明、ー、付きにはなっているんですが、はい、えー、エンドレス様は本命太鼓 AC バン,ンドで、レイピーアーリントンローと言って、で、えー、ポートデラメール、話に出てきませんでしたが、旧社と長離の狙いからね、えー、加えさせていただきました。まあ、うちのチャンネルは、 あの、チャンネルのテーマというかカラーからして、そこをまあ完全に省きたくはなかったので、入れました。あとね、クラスペリア。これ前走ね、AC ワンドと走って0.2差の2着なんですけども、3着以下にはもう1秒差つけてますし、レーティングね、クラスペリアやっぱ2着になっちゃったんで、新馬戦めちゃ低いんですよ。いっちゃ低いんですけど、新馬戦経由の真ん中で。なんですけど、あの、これ考え方次第で AC ワンドがいなかった と仮定しますよ。仮定した場合に、結構逃げ切って、あの、結構逃げ切ってっていうか逃げ切って、しかも結構な差をつけて、圧勝して、結局レーティングの数値的には満たしてたんじゃないのかなっていうふうに仮定できるはずなんですよね。うん、そう考えると、まあこれはちょっと入れておきたいなっていうふうに思いました。はい。 で、馬券的にはもうシンプルにエンドレスサマーの単勝とそこからまああの、丸以下ですね。はい、対抗以下に流したいな五5点で流したいなとっていうふうに思ってるんですけど、まあ今回のこのデーガの、あデーが動画のことデーガって言っちゃいましたね。悟空みたいになっちゃった。あの、まあい,いや、デーガのですね、趣旨というかテーマ的にはこういうふうになるんですけど、うん、多分、 普通に、うちのチャンネルっぽい、いつもの予想をしていたら、そうですね、ポートデラメールの印がもうちょっと上がって、で、クラスペディアから行ってた可能性もありますよね。その、前イ AC ンワンドがいなければ数値満たしてるよなっていう、歴代の高層場たちに、あの、並ぶような数値になってるよなっていうところと、人気の金屋からクラスペディアから買ってる気がするんで、まあそうですね、ちょっとオッツ見てですけど、 極端に人気が薄めになるんだったらこっちの短服もね抑えておきたいななんていうことははい思ったりしております。 はい、そんな感じでですね、まあ、レーティングの話ばっかりしてる中で、で、あの、あれなんですけど、長距離タイムの読み方というね、僕の6冊目の本が10月に発売予定となっております。これね、予約受付中なんで、たくさん予約していただければなと。たくさんというか、あの、お一人一冊ね、予約していただければなと思います。概要欄に Amazon のリンクありますので、はい、今ももうガンガン予約いただいてますが、えー、まだまだ、あの、発売日までですね、1日予約がね、もう10、20増えていけばいいなというふうに思っておりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。 はい、そんな感じでお届けいたしました。ぜひね、チャンネル登録なんかもしておいてくださいということなんですが、あの、あれですね、やっぱ夏休みね、3日間、月火水といただきまして、動画もアップしなくて何にもしてないというか、まあ、あの、遊びに行ったりね、体のメンテナンスしたりとかしていて、うん、やっぱりね、動画撮るの疲れますね。3日空くとね、習慣づいて毎日やってる時はね、 あの、ずっと体偉いんであれなんですけど、精神的にも肉体的にもね、結構フル回復した状態からこっちに戻ってくるとね、一発一発で、あ結構しんどいんだなっていう、なんかね、そういうのはすごく今回味わいました、味わいましたね。まあ、あの、ご存知の方はご存知かと思いますけど、僕2006年末ぐらいからネット上でね、ブログとかメルマガとかで活用、活用じゃないや、活動していて、 その時からのね、知ってらっしゃる方とかで言ったら、まあブログなんか毎日更新しているし、メルマガもほとんど365日配信しているし、ねいつ休んでるんだって言われて、いや、休んでもませんよっていうふうに10年ぐらい言ってたような感じなので、 休むっていうことがね、なかなかあの苦手になってしまったんですが、ただやはりあの長く続けていくためには、ちょこちょこね、こういう休みをいただきながらやっていこうかなっていうふうに今回思いましたね。はい。例えば、まあ G1 の週とかだったら、まあ G1 の予想はアップするけども、あとはもう追い切りとかも <laughs>、ね、追い切り動画とかも休みでいいやとか、そういうのをちょっと、やっぱ数ヶ月に一回ぐらいはね、作らせていただこうかなというように思っております。はい。 まあ、チャンネルの伸びというのもですね、完全に頭打ちなので、そんなに、あのね、ガツガツやっていかなくてもいいのかなっていう、まあ、別にね、あの、一番になりたい、なりたいですけど、あの、まあ、なろうとも思ってないですし、ただ、なれないんですよね。これね、かっこ悪いことに。一番なんかなりたくないよとかって言いながらですね、あの、なれないんだってどうやってもっていう、まあ、そういう状況ではあるんですけど、まあ、でも、あの、あれですね、やっぱりあの、 生まれてはいろんなもねあの、人が消えていく中でですね、競馬関連のね、コンテンツも出てきちゃ消える、出てきちゃ消えるっていう中で、まあ僕に関してはもうすぐ20年ですかね、ずっとしぶとくなんか <laughs> あの、やらせていただいておりますので、おそらくここからまあ10年、20年先もね、こんな感じのテンションでやってると思いますから、はい、ぜひ、あの、まあ、あの、なんでしょう。 あんまり、あの、気合入れすぎずにね、応援していただけたら嬉しいかなと思います。はい。こっちもちょっとね、あの、気合を抜いていくっていうことをね、えー、学びつつ、もっと長,長くね、できるところまでやっていきたいと思ってますので、はい。まあ、割とね、大人が多いですからね、年齢的にね、うちのチャンネル見てる方はね、僕と同世代の方がすごく多かったりするので、まあ、いいね、お互いいいおっさんですから、はい。まったり行きましょうという感じです。ということで、えー、竹内でした。バイバイ。